僕も福岡キャリナリー生活調理専門学校の卒業生なので、実際今回の企画に関してはすごく驚いてます。自分にとって楽しいって思うのは、お客さんの笑顔を間近で見られることです。接客業の楽しさっていうのはやっぱりそこに尽きるんだと思います。今回は25人の生徒さんと一緒にお店作りをしてます。その中で生徒さんに学んでほしいのは、自分の楽しさを見つけることですかね。仕事っていうのが日々繰り返し繰り返しだから、毎日同じ作業をするわけですが、その中で自分の楽しさ、例えば接客だったり、これを作るのが楽しいとか、そういう楽しさを見つけれるヒントを少しでも得られたらなと。生徒さんには笑顔で元気よくできる限りの感謝と愛情を持って、お客様と働いているスタッフを喜ばせてやってもらったらなと思ってます。皆様、天神にお越しの際はソラリアステージ地下1階に期間限定でお店を出しておりますので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。よろしくお願いします。